ようこそお参りくださいました。本日は天津のりとの太りとごとのれの天のりとの太りとについて少しお話をいたします。このチャンネルでは、現役の神主が神社や神道のことについてお話をいたします。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。 さて皆さん大早いの言葉ご存知でしょうか。読んだことあるよという方どれだけいらっしゃいますかね。大早いの言葉の中に天の鳥との太の鳥とごとおのれという文章言葉がございます。まあこの前のですね文章文脈からこの天の鳥との太の鳥とがですね、まあ、特に神聖視されていることが多くございます。えー、この 天津のととは何か太の糸とは何かどういったのりとなのか今日はですねそのちょっと神秘的な天津のりとの太のりとについてお話をいたしますまずですね天津のりとの太のりと、まあ、この言葉から探ってみましょうどういった意味があるのかまず天津そして太これともにですね微小です まあ、称える意味がございます。ええー、天津則と,と太則と、えー、その同じ意味の言葉を重ねている。ということから、まあ、特別史、まあ、神聖さがですね、強調されていると言ってもいいでしょう。それだけ天津則との太則のと、これ特別すごいっていう意味かもしれません。では、この天津則との太則のととは。 どんなの糸なのかこういうちょっと少し詳しくお話しいたしましょうえこの天津の糸の太い糸この語がですね初めて古典に見られるのは演技の,の糸としきでもありますえその中でも特にですねまあ有名な大払い言葉あこちらでしょうどういった文章で使われているのかえまず大払いの言葉まあ、どういった糸なのかっていうのを踏まえて説明いたします大払の言葉は高間の原に おける控訴心の進捗によって公孫の日本国国家の統治の根本が定まりその降臨と民衆とともによって国内一切の罪汚れが払い清め,られて清められるゆえんを語り継ぎ えー、もし、まあ、人々が草笠の罪汚れ生じたら、えー、古来の日ごとによって払い清め、えー、中富氏の,そううも,のものによって天津の糸の太の糸ごとれでのれれ各野良ば天津神国津神たちがこれに従い、えー、特に潔い、えー、払いに関係する神々がすべ、えー、ての罪汚れを 払い清めてくれるように、まあというふうにですね書かれております。そのことからですね、まあ特に注目され、まあ注意が引かれ、まあその天津ツノリの存在がですね、まあことさら神秘的、まあ呪術的な、まあ古来から存在する、まあ、なんかすごいノイトリはないかと、まあ想像されえー、多くの方々によって。 考察研究がされております。で,では、まあ、そんなもったいぶらず、天次の意図なんだ。どういったものなのか、教えどと思うかもしれません。わ、えー、かりません。明確にこれだっていうものはですね。わからないんです。えー、定かではないんです。まあ、古くから、まあ、多くの浸透家、えー、国学者、まあ、研究者によってですね。さまざまな説というものが、えー、ございます。まあ、その説をですね、少しまあ、いくつか。 ご紹介いたしますえまず、えー、元織乃永などが提唱しております大祓の言葉そのものが天津のりとの太の糸であるというそういった説がございます、えー、次に渡辺の信吉らが提唱しております大祓言葉の中にあるですね 仮金木をもと打ち切り末打ち立ちててちくらのおきくらに置きたわらして天津菅もとかいたち末かりきいてやはりに取り先手までを指すという説がございます次に平田篤種などが提唱しておりますのが大はい言葉とは別個の特殊なノイトである、まあ、別にあるという説がございます。これに対してですね 小野祖教はですね縁起式の第8の糸に疑いもなく天津の糸そのものが4つ現存していると説いております。すなわち「菱め祭」「り道合いの祭」「り伊勢大神宮水月の月並祭」「伊勢大神宮神鍋祭」 に天津の里であることを宣示しているという説がございます。あとですね、えー、推定説、まあ推定の説のうちにですね、朝、え、野、ー、群斉に先木、えー、のけざしとして伝わる十神絵美ため、十神絵美ためのことである。

いろんな説があります。まあもちろん否定的なものもありますが、まあ、じゃあどれが天津の糸の太の糸なのかというとわからないんですよね。まだわからないじゃんと思う思いますよね、えー。読みたい、なんかそんなすごいの糸、読んでみたい、すごいパワーがいそうと思うかもしれませんが明確にこれだっていうものがですね、わからないんですよ。今も研究されております。まあ、ですがそうした考察が昔からされておりますので まあ中にはですね「わい」こそは、まあ、この説「わい」の説が正しいと思い声、まあ、が「天津の糸」であるというものを作ったっていう例もあります例えば国学者平田篤舟は「スイカ神道」の「みそぎ払い」言葉に「まあ、自己の」の、えー、見識に基づき改湿修正したものそれを「天津の糸」として、えーまあ、そういった「能糸」を残しております。の というのはですね、まあ、およそこんな感じです。高まの葉にカムズまいます。カムドキカムロミの実の実子と持ちてうんの。現在のですね払い言葉と大変似ております。まあ、このようにまあこのような払い言葉もございますが、声が大早い言葉に出てくる天津の糸の布の糸語とであるかはどうかはわかりません。さだかではありません。このようにまあ、大変神秘的な 天つの糸の太の糸風くか考察研究サイトおりますが、まあまだわからないことが多くございます。まあ、今日はですね。その一部上積みだけをですね、えー、簡単にお話をいたしました。まあ、興味出た方いらっしゃいますかね。なんか凄そうですよね。天津の糸の太の糸ごとのれ、角のラバー神様たちが早い木を見てくださるんです。それだけのなんか、すごいパワーがある。言霊のものすごいパワーがあるような糸 興味が出てきますよね興味ある方は、ですね出てきた方はぜひぜひ調べてみてください。そしてこの天津の人の太の日と語、陶音の霊と抱えている大はいの言葉これもですねぜひ読んでいただいて、その大はいの言葉がどのような意味があるのか、どのような文章があるのか、そこには、風化の日本のはら、まあ、いの精神というものがあるかと思いますので、ぜひそれも知っていただければと思います。